PEGI 18. まもなく現場到着です。煙は漂っていますが、やはり火事のものではなさそうです。発煙筒か何かいたずらによるものと思われます。本部了解。一応現場での確認をお願いします。やっぱりいたずらだな。何も燃えちゃいない。あ、おい、なんだよ。うわ、なんかすげえ嫌なんだけど。でも俺らが見ないわけにいかねえだろ。では判決を言い渡します。主文、被告人江原昭弘を懲役6月に処す。裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。もう身元は分かりましたか？はあまだでしょうね。ではどうか神奈川県警に知らせてあげてください。その死体の主は三越場博と言います。彼は4年前、私の息子を自殺に追いやった。万死に値する人間です。それが何の罪にも問われず、ずっと能々としていたんですから。法なんてものは全くの役立たずだ。息子の仇？それで誰か人を使って復讐したってことか？ええ、しかもつい先日、江原とは別の誰かが発煙筒で三越場の死体を発見させるように仕向けています。ですから矢上さん、今回調査をお願いしたいのは三越場殺害の真相についてです。忘れ去られた事件と被告人。私の罪状はただの痴漢だ。全部認める。控訴してあがくつもりもない。だからあんたら弁護人はもう用済みということだ。江原さん、待ってください。三越場博の死に際はとてもむごたらしいものでした。恐怖と苦痛の中で殺され、遺体は腐るまで放置されていました。大変結構だ。その幕引きは狂気の幕開け。外からだ。三越場を殺したのは複数犯なのか？そんなヤバいのがこの町で野放しになってんのかよ。三越場君の件には関わらない方がいいって、これを渡すように言われました。これ、三越場ですか？殺人動画だ。三越場が殺された時の動画がネットに出回り出したって知らせがあった。歪んだ正義が生み出す新たな犠牲者。嘘だろ。復讐劇によって明かされる。自分が学生だった時にも目の前でいじめがあったんです。なのに私には何もできなかった。世の中に潜む心の闇。杉浦、マスクの男たちが押し入ってきたんです。ハンピン・リューマンとは別のやつってことか？狙うなら俺を狙えよ。
交差する思惑と狂気。秘密を知る人間は少なければ少ないほどいい。俺が手を汚すたびに秩序を保たれるんだ。ごまかしもおとぼけも通じない。甘く見ないでくれよ八神さん。連中の動きが見えていないのは俺もあんたと同じだ。お前らは何をやってんだ。何が狙いで動いてる。お前も手引け八神。桑名は何かでかい力にロックオンされてる。八神先生とだけお話ししたい。なんだ俺たちお邪魔か。余計な情報を知れば彼らも危険にさらされる。あんたらなんて無能なんだ。偉そうに法だ正義だとすまし顔で結局真実には届かない。一つずつやっつけていこうか。海藤さん、文句なしの真実を突きつけてさ。真実の先に待ち受けるのはお前は正しい。だからそこに出る多少の犠牲には目をつぶるしかない。彼女はもう声を上げることもできねえんだぞ。そこから目そらして何が正義だ。ロストジャッジメント、裁かれざる記憶。